どんぐりコロコロ売ってるさ、売り場で店頭で見ててさ、こう見てて、ああ1508ね、 GM でなんかカタカナじゃなくてさ、ジーナスってさ、あ書いてあるからさ、あ真面目ねと思って、でもな、何使うんだんべなと思って、何どんぐりコロコロこう、何どんぐりコロコロ、おいおいおい、バカにしてるんかって。いや、これ取れるんですか、煽りだけ。うん、煽り取ってみた方がいいかな。そうだよね、例のディスクサンダーでバーッとかけちゃえばいいじゃん、うん、ね、荒らして。かかんねえじゃねえけど、これでテープかけて貼っちゃうっつう感覚がなんかわかんねえよね。これ何のスリップなってないよ、やっぱ見てくれだけなんかね。休め。そうだろうけどさ、これ物が当たってさ、あれだよね、めくれたらこのとこから剥がれてさ、水でも入ってさ、錆び出したらどうしようもねえよね。すごいよこれ、やっぱ中古の整備でやっつけ仕事だとは言わねえけどさ、修理方法はやっぱりあれなんだろうね、こういうもんだっつうのが修理方法になっちゃってんだろうね。レベルが低いよ。そうなん、うん、お客様のニーズに何も答えてないよ。まあそういう悪口言っちゃ何にも言いようがねえだろうけどさ、お客様のニーズに何も答えてねえやん。そうなん、俺は高かろう安かろう良かろうじゃなくてさ、うん、自分が納得して すげえこれはって絶対取れねえというやつを今作りようけさ。そうなん、班長に言っといて、うん、これだね、ここのところどうのこうのって言ってたのね今。これここのところね、動いちゃダメだとか。いや、これがね、何をする開くんよ。え、これ開くんよ、こっちに。うんうんうん、ここをどんぐりで固めたらあかんようになるよねって。え、どこ、これが動くんですよ。うん、うん、これがさ、うん、開くよね。うん、稼働するよね。うん、このヒンジをさ、うん、止めてしまったら、うん、どんぐりで止めたら動かんくなるよねって。そりゃそうだよね、こん中入っちゃえばね。いいよ社長、これ、うん、入っちゃえばね、うん、この隙間に ね入っちゃえばね。でもそんな入ったら大変なことになっちゃうだろ。ねえ、離型剤塗っとかなきゃ。あれでも離型剤塗ったらどんぐり効かねえもんね。取るかな、え、この煽りを取ってしまうから一回。うん、見てな、離型剤塗っときゃいいか。うん、でも離型剤塗ったら今度はどんぐりが接着しないもんね、変な風にね。マスキングだね。マスキングしてどんぐり上から塗るしかないよね。マスキング剥がしてね、それしかないね。うん、よくこんな石みたいなテープ作れるな。おお、そのテープは作ったんかね。いや、これ売ってる。あ、売ってる、うん、売ってるの、スリップテープ。うーん、あ、そういうことか。じゃあダメになったら張り替えりゃいいのか。い
いやダメよ。ダメな。もう5、6回張り替えとけ。おお。なんかいいやつねえかねえっていうけど。やっぱり遠赤だからちょっと当たるんだ。剥がれんでいいならあるよって言って。うん。割り増し料金も。ああ、そうだね。じゃあ立ち入り禁止みたいなあれだ。だんだらあの黄色と黒のテープみたいなのが同じのが売ってるんだ。そういうノンスリップテープみたいなのが。これはね、うん、スケートボードの上に貼ってるよ。へえ、そういうことか。滑り止め。うん。うん、スケートボードと トラックのあれじゃ違うわね。うん。ガラスビーズのこれ。どれ。ほら。ガラスビーズじゃないこれ。ちょっと待って。今聞いた。あ、そうなの。知らねえ。ほら。ああ、本当だ。白っぽいね。うん。ケイソン。ケイソンこんな白いねえよ。いやもうちょっとあれかい、茶色かい。ガラスビーズは丸いよ。だって大体これな、水は丸くね。うん、ほら、ほんとだ。竹さん、この上からカーボンブラック入れて、うん、もう2プライぐらいで光沢出してやるかなと思って。あ、めんどくせえやつ。そう、うん、うん、黒光りするやろ、そっちの方が。うん、まあどっちでもするよね。うん、それはあれだね、社長のね、転がすあの技術と、うん、いろいろテレンテクダによるんじゃないですか。でも日の当たるところでどんぐり固めてやれば光沢が出ますよね。ね、うん。一つもあのアミンブラッシングとか曇りなしで光沢仕上げになっちゃうね。じゃあ下地処理にあれだ、あと1日2日かけるんだ。かかっちゃうんだ。かかるよね。ここはこのまま6815行っていいね。うん、それは大丈夫ですよね。6815でも1508でもマスキングしてね。うん、お好きなようにですよね。ガラスの下に黒があるような塗装できねえとか。おしゃれな積載とかおしゃれなトラクターいっぱいだよ。そうなん。ランボルギーニが2台おるんやけど。なんだそれ。ランボルギーニのトラクターだよ。いやいや、それはわかるけどさ、あの社長とって会った頃言ってたじゃん、ランボルギーニがほれなんだっけ、トラクター作ってるメーカーだとかさ、ああいうスーパーカーじゃなくてさ、そうそうそう、あのトラクターの会社なんだとかさ言ってたじゃん。元はランボルギーニはトラクター会社やっけ。言ってたじゃん、そういうふうに、うんうん、だから、あ、そうなんって思ってさ。ほんでフェラーリ作った社長と仲が良くて、うん、じゃあうちも車作ってみるねって言うたのがランボルギーニに入ったっけ。だからあれは農機具作ってた、あの元々はそうなんだって言ってたじゃん、うん、フェラーリにそういうあれがあるよ、あの本が、なんでランボルギーニが生まれたかとかさ。はい、あ、じゃあ何、そこのあれかい、農家もランボルギーニのトラクターを持ってるわけ。ここは持ってないよ。あ、ここは持ってね、うん、はい、あ、どこのトラクターでも構わないけどさ、トラクター持ってるだけでさ、お金が走ってるんだなっていうのが最近分かってきてるからさ、いいけどさ、だって素人はさ、トラクター走ってたって別にトラクターが走ってるだけだって思ってるだけじゃんね。え、何百万の金が走ってるのとはさ、お前決して思わねえじゃん。高橋に怒られたもんだから、あの中古の、あのタンクローリー
別に中古車だぐらいのことをさ、口走ったらさ、うん、怒れたもん。羽部さん、タンクローリーいくらすると思ったら、普通の中古車とは、わけが違うよ。そりゃそうだよ。普通の中古車のさ、どうでもいいさ、車に乗ってる、小生たちとするとさ、あ、20、30万の中古車だよってぐらいにさ、せいぜい思うけどさ、違うじゃん。丸の付き方が一つ。トラクターだってさ、まさか うち一軒が走ってるとは思わねえじゃん。そうだよ、うち一軒だよ。うち一軒。だから型なんかさ、やってるとさ、うん、ねえ、二型作ります、三型作りますなんて言うとさ、一型がさ、うち一軒作るぐらいの値段になるわけじゃん。それ分かってないやつ多い。分かってないから。だからさ、型作るさ、人たちに言わせりゃさ、これうちがあれですか、3軒ぐらい経っちゃいますよねっていうさ、金額だって分かんねえじゃん。だって金型さ、試作型だってさ、ねえ、車の試作型は一型さ、ねえ、ロケットエンジンぐらいのさ、試作型作ればさ、そりゃ1000万とは言わねえけどさ、ねえ、何百万、1000万近くなるわけじゃん。なるよね。もうそれはうち一軒経ちますねってぐらいさ、驚いて言うじゃん、サラリーマンは。バスの試作の、型、構築したことがあるよ。1000万優に超えるから。何千万だから。FRP の型でもさ、型作るぐらい奥田安いっぺ。言うん。言うよ。それは作り方によってだよね。RP もしないやつだな。そんなぬったでのお前いつだもん。作り方によってだよね。まあ平米何十万っていう共通単価はある程度、あるけれどね、まあ、今どうなってるんだか知りませんけど、足洗っちゃってるから分かんないけど、でもまあそんなあれだよね、汎用品とはちょっと価格差がありすぎるぐらいあるよね。最近はさ、一点物作ってくれって、あ、そう、いうやつがおるんだけど、うん、一点物焼き安いでしょって。それは強気なんだか知らないんだか分かんねえね。ワンオフっていう言葉をよく知っておくけど意味が分かってねえですよ。あ、そう。そういうとあれだよね、金型とか樹脂型なんかは、言葉の使い方はまるっきり違うけど、要はワンオフ作ってるのと同じだよね。そうだね。ワンオフのマスターを作ってるみたいな感じだよね。マスター自体がもうワンオフやもんね。マスター自体がワンオフですよ。まさか携帯電話のさ、マスターさ、例えばマスターモデル作ったらさ、一型がさ50万になりましたとかさ、
150万でありましたとか、わけわかんない、雲つかむような話でしょ。これ上下で、上下の筐体で、120万ぐらいですかねとか言ってさ疑っちゃうよね。頭壊れてんじゃないのかって思うよね。いいよお前って。だもんあれだよね、リフレクターのさクリアパーツ作った時にさ、3000円で1個万が一ぶっ壊れたプラスチックパーツ、3000円ぐらいで持ってきたら、まあ、ただみたいなもんだよね。うん、だってそれは何万個とか何十万個作ってそういう値段だからね。そうやね。うん、それ1個だったらやっぱり400万になりましたとか600万になりましたとかさ言ったって不思議じゃないよ全然。まずワンオフの意味をよく考えて喋る。どうすか社長、あれだ、あ夢じゃないわけね、そのピックアップトラック作るのね、マジで。それであれなんだ、木工の荷台、荷台をほかしたわけだ、本格的に下ろしたわけだ。夜な夜な構想あれですか、また正面のあれからデザインから考えてるわけ、マジで、はい。